今回はショコラスイーツの世界史の後編を解説します。前編と後編どちらから視聴しても楽しめる内容になっています。またチョコレート検定の出題範囲となっていますので、受験される方はぜひ学習の参考にしていただけたらと思います。今回解説するのはポレノワール、ガトーショコラ、マカロン、チョコレートフォンデュの4つになります。では行きましょう。まずポレノワールというケーキを紹介します。皆さんも見たことがあるでしょうか。ホイップクリームにキルシュ漬けの甘酸っぱいさくらんぼを散らしたスイーツです。ドイツ、オーストリア、フランスのアルザス地方で広く作られているケーキなんです。また特徴のキルシュ漬けのさくらんぼですが、そのキルシュというのもさくらんぼから作られたブランデーなんです。さくらんぼ尽くしですね。ちなみにポレノワールはドイツではシュバルツバルダーキルシュトルテと呼ばれます。長い名前ですね。このシュバルツバルダーですが、シュバルツバルトというドイツ南西部の地方の名前を表しているんです。そしてそのシュバルツバルトはドイツ南西部の森林地帯にあり、樹海のような針葉樹林が永遠と続く地域なんです。そんな森をイメージして作られているんですね。ちなみにポレノワールという言葉もフランス語で黒い森という意味を表すんです。次にガトーショコラを紹介します。ガトーショコラは日本でもおなじみのケーキですよね。フランスではガトーショコラで、ケーキとチョコレートでチョコレートケーキを指すんです。一つの商品を表す名詞ではないんですね。ただ日本でもおなじみのこの形のガトーショコラはガトークラシックオショコラとして日本発祥のケーキなんです。3つ目にマカロンを紹介します。マカロンはイタリアで生まれ、フランスで完成された歴史の古いお菓子です。よく巷でマカロンはフランスのお菓子と聞くので、この動画を見た人は起源はイタリアだよとドヤ顔で教えてあげてくださいね。イタリアのフィレンツェ出身のカトリーヌ・ド・メディシスがフランス皇帝のアンリ2世と結婚したことが、フランスにマカロンが持ち込まれ広まったようです。マカロンは8世紀頃に生まれたイタリアの僧のおへそをかたどったマカローネというお菓子が原型とされています。そこから甘くないものをマカロニ、甘いものをマカロンとなったという説があるんです。最後に少し番外編になりますが、チョコレートフォンデュを紹介します。チョコレートフォンデュといえばいちごやマシュマロなどをチョコレートにつけて食べますよね。このフォンデュというのはフランス語で溶けるという意味があります。元となったのはスイス料理であるチーズフォンデュとされています。チーズも美味しいんですけど、チョコレートフォンデュも美味しいですよね。ちなみに披露宴などでよく見るこの形のチョコレートフォンデュはチョコファウンテンと言います。一度でいいから食べてみたいですね。今回はショコラスイーツの世界史の後編を解説しました。前編が見れていない方はぜひ前編もご覧ください。チョコレート検定を受験される方は頑張ってくださいね。この動画が良かった、ためになったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。